原野仁、はい、大手広告代理店の窓際係長。しかしそれは表の顔に過ぎない。彼には会長直属の特命係長としてさまざまなトラブルを解決するというもう一つの顔があった。ただの係長、速達です。フラワーアースフェスタ2008、電王堂の社運をかけたイベントだ。この企画のメインキャラクターがシルビアなんだ。シルビアを危険から守り、彼女を狙う奴を突き止めろ。これが今回の特命だ。ひょっとして不安か？上からの指示だ。飲め。一体何が起こっとるんや。タイガー423、なんかのパスワードかな。犯人の意図はどこにあるんでしょうか。もしかしたらこいつの狙いは。なんだこいつ。行くぞ。サラリーマンとしても人間としてもプライドをなくしちゃいねえんでな。特命係長ただの仁、最後の劇場版。